ろうが。聞かざんぞ。まずい。慌てなさんなって、すぐ返してやるよ。よう、やつらベースは508型だったよな、確か。だから何なんです？かれこれ14年前になるが、ミルチアから帰還した頃の話だ。俺はある目的のために戦場でやつらを何体もバラしたことがあってな。いやー、難儀したぜ。なんせハードとソフトの双方からプロテクトがかかってたからな。プロテクトって注意、やっぱり彼らの中枢組織よ。ご明察、うまかったぜ。ひどい。そん時に制御コードのことを知ったんだけどよ、やつら便利な機能がついてるよな。そう、レアリエンにグノーシスを引き止めておいてもらうのさ。こうやってな。やめて。彼らを何だと思ってるんですか。これは明らかに人権侵害ってか。そりゃ平時のことだろうが。ミルチア憲章なら俺も知ってるぜ。ミルチア憲章第4条13項、戦闘用レアリエンは有事または暴走時の危機回避手段として遠隔端末によるその行動の抑制と自爆システムの設置を義務付けるものとする。またこの履行は現場指揮者の判断によって行えるものとする。だったか。つまり今がその時、コンダクターは俺だ、楽団員は有効活用させていただく。どうした？なら聞くが、あんたこそなぜこの機能を削除していない？ファクトリーロードされてたって、あんたなら外せるはずだぜ。情け深いあんたがちょちょいっといじってやりゃ、やつらは晴れ自由の身だ。なのにやらない、なぜだ？それは社の規約が。そう、規約だ。詰まるところ、それに縛られているお前さんもこの俺と同じ。奴らにその存在意義を与えてやる立場にいるってことだ。違うか？私は造物と非造物の関係ってのはそういうもんだ。違うか？なら与えてやろうじゃねえか。
奴らに生きた証ってもんをさ。うちの練習艇で先にコスモスが脱出させてくれたんです。主任も早く。コスモスが？まさかヒルベルベネット？Thank you.
シオン。何？第一格納庫に向かいます。え？グノーシスの狙いは 99.998% の確率で格納庫内に保管されている物体です。私に課せられている任務はその物体の確認・保全とあなたたちベクター関係者の保護です。でも私、格納庫の第2層にライフポッドがあります。それで脱出してください。コスモス、主任！